弊社は2011年12月28日にこの韓国天狗の地に会社を設立いたしました。弊社の親会社は日本の複合加工機を製作しております中村富精密工業といいます。弊社の本社は海外への輸出比率が 70% ということで、世界33カ国の販売拠点を持つグローバル企業でございます。そういう中でこの韓国の地で複合加工機を生産して世界へ輸出しようというふうに考えております。このテクノポリスに進出した最大の理由としましては、まず韓国では FTA が積極的に採用されております。弊社はヨーロッパおよびアメリカへの輸出比率が 70% ということで、まずそのヨーロッパアメリカに対しての FTA を採用して輸出をしたいというふうに考えております。また韓国の仕入れ先のレベルもですね、非常に向上してきたということで、我々の高品質の機械に対する部品供給ができるというふうに考えてこの地に進出いたしました。まずですね、我々が進出した時にはですね、このテクノポリスには我々が2番目ということで、工場が非常に少なかったということで、周りのところでのインフラがですね、非常に不足してたということで、いろんな意味で我々の生活の場所から取引先ですね、そういうところの紹介というようなことで DG フェズにお願いをしまして、今今日があるというふうに思っております。まず韓国人の今スタッフが弊社で今20名働いておりますけども、特に我々は若い人材を採用ということで今行っております。非常に我々の指示をしたことに対して素直に受け入れてくれているということで、非常にこれからねの技術の向上を期待しております。まずですね、似ているというところでおいてはですね、韓国も日本もですね、仕事に対する取り組み姿勢ということが非常に熱心で真面目であるというところは似ているというふうに思いますけども、違うところはですね、日本はやはり一つの企業に入るとやはり長い年月定着するという文化でございますが、韓国は聞くところによると、技術を習得した後にですね、転職をしていく文化だということを聞いております。そういう面ではですね、我々は技術を指導した後にはですね、そういう転職しないような形の努力をですね、この後行っていきたいというふうに思っております。